吉川英氏。三国志五条玄の巻。木門堂。一。永安城の利源は、増産や運輸の任にあたって、もっぱら戦争の広報経営に努め、いわゆる軍需省とも言うべき養殖にある職の大官だった。 今その理言から来た書簡を見ると、次のようなことが急告してある。近頃聞く、当後、人をして楽ように入らしむ。義と連話し、語をして職を取らしめんと。幸いにい未だ兵を起こさず、今減少して消息を知る。伏して望む楽は、 上昇の計り陶器をおもんばかりて、早く領土を施して、おこたりを欲することなからんことを。孔明は大きな衝撃を受けた。事実、この書面に見えるような兆候があるとすれば、これは真に重大である。儀に対しての諸の強みは何と言っても、一面に、 食後愛を犯すことなき明約下にあることが帰還をなしているのに、その後が今、寝返りを打って、義と連話するような事態でも起こるとしたら、これは根本的に食の致命とならざるを得ない。決して知義春巡している問題ではない。ここにおいて、彼は大英断をもって、 直ちに全戦線の総退却を決意した。まず、速やかに儀山を引くべきである。と、路上から使いを急破して、儀山に残してきた王兵、長儀、御飯、御意の共柄にあてて、自分がここにあるうちは義も迂かずにはおうまい。乱れず騒がず、順次退陣して、 ひとまず冠中に帰れ、と、命を封じて言い送った。一面、孔明はまた、容疑、馬中の二手を、剣学の木門堂へ急がせ、後、路上には儀機を上並べ、芝を積んで煙を上げ、あたかも人の居るように見せておいて、急速に、 彼とその日かもことごとく黙門堂を指して引きしりぞいた。翼の長行は馬を撃って上下へやってきた。芝居に測るためである。何か起こったに違いない、食軍の大陣ただごとではありません。今こそ吸追殲滅を喰らわす時期ではないでしょうか。 いや待て、孔明のことだ。うかつには深入りできぬ。大都督にはどうしてそう孔明を虎のごとく恐れたもうか。天下の笑い草になろうに。時に一兵が来て路上の変を告げた。芝居は長江を伴って高木に登り、路上の旗や煙をややしばし眺めていたが、 突然、交渉して、何様、旗も煙も確かに犠牲だ。路上は今や秋城に違いない。いざおい撃たんと、彼も今は疑う余地もなしと、にわかに、城警から本軍を勝って急進した。すでにも木門堂に近づくと、長江はまた芝居に行った。 かかる太平の行軍では、どうしても地道にならざるを得ません。それがしが刑期数千を引っ下げて先駆し、まず敵を捕らえて食い下がっておりますから、都督の本軍は後からおいてください。いや、軍の速度が遅いのは、太平なるゆえばかりでない。孔明の危険を慎重に打診しながら進んでいるせいにもよるのだ。またしてもそのように、 孔明を恐れ恐れ住んでいられるのですかそれでは追撃する意義はなくなってしまう大なる災いに陥るよりはましである。もし気候のごとく功を急がば、必ず悔いを求めるだろう。身を捨てて国家に放ずるとき、大丈夫たるものシスとも何の悔いがありましょうやいや、気候は聖火のもゆるごときものあって、意気は誠に盛んではあるが、 また非常に危険でもある。深く慎みたまえ。何の公はまさに力を尽くすべし、忠はまさに命を押すべし。この後にあたって、帰り見ることはありません。ただ、公明を打つあるのみです。ぜひお許し願いたい。それほどに言うならば、御偏は御千気をもってまず急げ。別に箇所、義兵に二万気をつけて後から続かせる。 長皇は喜び遺産で、主兵五千騎皆継承を胸とし、飛ぶがごとく敵を追った。行くこと七十里、たちまち一層の林の内から、古将、時の声が上がって、俗将、どこへ急ぐか職の義援ならばここに寄るぞと、呼ばわる声がした。 二。天聖火のごとしという定評のある長行だった。その長行が火そのものとなって、孔明の死休は見るは今にあると誓い、必世の勇猛を振るって無に無三衝突してきた矢先である。何よ、と一越え、わめき返すや否、義援の兵を追い散らした。 義援はちょっと出て槍を合わせたが、すぐ偽り負けて逃げ走った。口ほどもないコッパどもと、長江は目尻であざきりつつ、また先へ急いだ。そして、約二十里ほど来ると、一山の上から、食の観光と名乗って駆け下ってきた軍馬がある。長江は憤怒して迎えた。 金で聞く寒雨のこせがれ何時また非業の死を父にならうか観光はその勢いに恐れたかのごとく逃げ出した。長光は追い巻きしていったが、一方に密林が見えたので、ふと万一を思い。伏兵があるかもしれぬそこの林をかき探せと兵に下ちして、しばし息をついでいた。 すると、先に隠れた義員が、後ろから襲ってきた。義員に当たって力戦していると、観光が引っ返してきて故走した。あるいは逃げ、あるいは挑み、こうして長江を翻弄して疲れしめながら、義員はついに目的通り長江木門堂の谷口まで強引に誘い込んできた。地形の見外に気づいて、 長江もここまで来ると、盲信するなく、一応軍勢を整えていたが、義援はその暇を与えず、絶えず戦いを挑んできては彼を恥ずかしめた。長江長江はじめの勢いもなく、早臆病風に襲われたか帰り道を案じているのか長江はまた火となって、逃げ上ずめ そこを去るな逃げるのではない我は勘の名将汝は逆門の所族刃の穢れを恥じるのだうるその吠え面に別を書くなついに彼は芝居の戒めも忘れて、木門堂の谷まで駆け込んでしまった。しかも時はようやく白母に迫って、 生山の肩に茜を見るほか、谷の内はすでに炎暗ぐらい。義の少子は口々に後ろから、将軍、帰りたまえ将軍、引っ返したまえと呼んでいたが、長江は、憎き義援を打ち止めぬ内わと、本場の足に任せて無知す敵を追っていた。卑怯者、恥知らず、最善の口を忘れたか はや手も届かん間近にある義援の背へ向かって、長行は罵のしりやます。いきなり馬上から槍を投げつけた。義援は馬のたてがみに首をうつぶせ、槍は彼の兜のしころを射抜いて彼方へ飛んだ。あっ、将軍味方の声に思わず振り向くと、長行の先を案じて、慕ってきた百余機の将が、 一斉に山を指さして叫んだ。怪しみが見えますぞあの山頂に何かの合図やもしれません夜に入ってはいよいよ大事早々そうそう、後へを帰り合って、明日を着せられた方が良いでしょうけれど、これらの忠告すら、すでに遅きに死していた。突然、虚空に大風が起こった。 それはバンドのやうなりである。たちまち絶壁は叫び、谷の岩盤は皆吠えた。それは敵の降らしてくる巨木大石のとどろきである。いや、いや、さでは気づいた時は、かなたこなたに火が起こっていた。低い寒木も高い木も、 焼け始めた長江は狂い回る馬に任せて谷口を探したがそこのアイももでに塞がれていた聖火の如しといわれていた長江はついに炎の中に身をも焼いてしまった孔明は木門堂の外郭をなす一峰に姿を現して うろたえまゆう義の兵にこう言った。今日の狩りに我は馬を縁として猪子を得た。次の狩りでは中達という奇大な獣を生け取るだろう。何時ら帰って芝居に告げよ。兵法の学びは少しは済んでおるかと。長公を失った義兵は我先に逃げ帰って、 その実情を芝居に告げた。三。長江の戦士は惜しまれた。彼が義でも屈指の両将軍たることは誰も認めていたし、実戦の S 歴も豊かで、曹操に仕えて以来の武君もまた数え切れないほどである。 彼を討ちにさせたのは、実に世の過ちであった。あくまでも彼の深入りを許さなければよかったのだ。こう端して、誰よりもその責めを感じていたのは、もちろん、芝居その人だった。敵を剣に誘い、味方を腐敗の地に寄らせ、しかして、刑を動かし、 変をもって、これを十分に細く滅人する。ここに孔明の根本作戦があるものと看破した。そう考えてくると、伊水から京城、京城からこの剣閣へといつか自分も次第に誘い出されて、危険極まる食山食水のうちに踏み入りかけていることも顧みられた。危ういかな。 知らず知らずに、自分も彼の誘導作戦にかかっている。芝居は急に兵を返して、要所要所に諸将を拝し、ただよく守れと境を弦にして、自身はやがて洛陽へ登った。戦況創上のためだった。義弟も長江の死を悲しみ、軍心も皆落胆して、 敵国のまだ滅ばぬうちに我は国の棟梁を失った前途の難をいかにすべきと嘆きの声と沈滅の色は魏宮中を一時沈水の底へ落とした時に歓喜大夫の神秘が帝にもそうし軍神にも行った「武嘘分王二代を経」 金帝また、竜のごどく世に起こりたまい。我が大義の国家は、兄弟天下に避なく、文武の良心また雨のごとし。んぞ、一朝孔の戦士をさまで久しく悲しまれるか。歌人の死は、一家の情をもって、嘆くもよし、惜しむもよろしいが、国民の死は、 国家の代をもってこれを悠久に崇め、これを清掃し、これを叩えて、全土の人士を震わすべきではありませんか。誠に、新寛義の言葉は当たっておる。やがて、木門堂から取り上げてきた屍に対して、味方は熱き霊を賜い、落葉を 人と長期に埋むるの体操を執り行って、いよいよ当直の敵外心を新規させた。一方、孔明は軍を治めて、官中の A に帰ると、すぐ諸方へ人を走って、義後両国間の機微を探らせていたが、そこへ生徒から少々非が来て、率直に朝廷の意を伝えた。 何の理由もなく冠中へ兵をお返しなされたのはなぜですか帝もご不信を抱いておられますぞ近頃、五と義との間に秘密条約が結ばれた形跡ありとのことに、万一、五が矛を逆島にして、即興をつくような事態でも起こっては重大であると思うて、急遽、祈願を捨てて万全を期したまでであるが。 おかしいですな兵糧運送の線は十分に活動しておりましたが。とかく後方からの運送は滞りがちで、ために、時給を保ち、領食を得るためにも、終始作戦以外の作戦と経営をなさねばならなかった。それでは、リゲンの話と、まるでアベコベです。リゲンの申すには、 この度こそ兵糧にも困らぬほど、後方からの運輸も十分に行っているのに、孔明が突然大軍したのはいぶかしいことであると、しきりに申しふらしています。それは言語道断。と、孔明もちょっと呆れ顔をして、以後両国間に秘密外交の動きが見えると、我へ知らせてきたものはその理言であるのに、 あはあ、それでやめました。利源の得しておる軍需増産の実績が、ここは肌は上がらないので、都がを上昇に転化せんとしたものでしょう。もっての他のことだ。もし事実とすれば、利源たりとも許してはおかれない。孔明は覚悟した。このため、彼は生徒へ帰って、 厳密な調査を封印へ命じた。李玄の労作は事実と分かった。本来、首を跳ねても足らない大罪であるが、李源もまた、先手がみなし後お託し遊ばした重臣の一人だ。官職を廃で、一命だけは助け置く。即日、諸人へ落として、指導軍へ恩でせよ。 孔明は各断じたが、その子の理法はとどめて、長子流縁などとともに、兵糧増産などの役に用いていた。